今回は星野源の3の弾き語りのギターについて解説をしていこうと思います。この曲のリズムは基本的には普通の4拍子なんですけれども、一部サビの終わりとか C メロに跳ねるリズムが出てくるので、順を追って説明していこうと思います。それではまずイントロから弾いていきたいと思います。はい、こんな感じです。それではまずこのイントロに出てくるコードについて説明していこうと思います。まずこの Bm7th から Am7th へのコードチェンジについてなんですけれども、普通に弾けばこういう感じだと思うんですけども、私はこの Bm7th の中指と薬指を残して人差し指を外して、でこう平行移動っていうか、2フレット分移動してAm7th を弾くっていうコードチェンジの仕方をしています。それでこのイントロの要所要所に出てくるダダッダダダダダダダっていうところのコードは F7th flat 5っていうコードで、これはちょっと押さえ方が難しいコードなんですけれども、私は中指と薬指と小指でこの3箇所を押さえるっていう押さえ方をしています。他にも例えば人差し指と中指で3弦と4弦を押さえてしまって、親指でこう6弦を押さえて弾くっていう方法もあったりだとか、あとはこの人差し指を中指で押さえるっていう方法とか、いろいろ押さえ方はあるかと思いますけれども、皆さん自分のやりやすい方法でやってみてください。それではイントロのストロークについて説明していきたいと思います。このストロークをゆっくりやっていくとこんな感じになります。はい、基本的には16ビートでっていう刻み方をすることになります。それでこの Bm7th と Am7th にコードチェンジするときには、このダウンストロークをちょっとチャッっていうやつに変えて弾いていく感じですね。でこの Am7th を弾いた後はこの指全体を使って弦をミュートして弾くっていう感じですね。でチャカチャカチャーで、C on D を弾くっていう感じです。最後の F7th flat 5なんですけれども、若干このやっぱり押さえるのが難しくてできないっていう方は C on D を最後そのまま弾いても大丈夫です。その場合はこんな感じになります。はい、それでは次に A メロについて解説をしていこうと思います。とりあえず弾いてみます。でこの A メロ本形を聴いてもらえればわかると思うんですけれども、ずっとこうピアノが8分音符でって刻んでる感じの伴奏なんですね。なんですけれども、それをそのままギターでやってしまうとちょっと味気ないので、ドラムの 1,2,3,4,5,6,7,8 っていうドラムのスネアドラムですねの鳴ってる場所をアクセントとして加えていくっていう感じですね。
さらにスネアが鳴った直後にザチャッチャってこうアップストロークを一箇所だけ入れる感じになります。感じです。コードチェンジのタイミングとしては基本的に表拍で大丈夫です。はい、ここはそんなにリズム的にシンコペーションとか凝ったところはないので、こんな感じの弾き方で大丈夫だと思います。それでは B メロについて解説をしていこうと思います。ここは若干リズムが難しいっていうか、ミュートをうまく使っていくところになります。で、ここの B メロのリズムはこの8ビートで説明した場合の1拍目と4拍目だけ音を出して 2-3-4 って弾いていって、この G メジャーセブンス、 G セブンスは普通に音を出して弾くっていう感じになります。はい、で実際に右手のストロークを織り交ぜて弾く場合にはこの4拍目にはアップストロークも入れるっていう感じですね。ゆっくり弾くとこんな感じです。で、この B メロ最後の D sus4 から D に移るところは1,2,3,4,6 止めるっていう感じなんですけれども、私個人的に好きな弾き方としてはっていう、このスライドを入れてサビに行くっていうやり方が非常に好きなので、こういう弾き方でもありかなと思います。はい、それでは次にサビの説明に移っていきたいと思います。はい、こんな感じになります。じゃあサビは基本的に2つに分けて説明をしていこうと思います。この全ては思い通りまでのところと、そのあーからのところでは若干こうリズムっていうか弾き方が異なるので、まず前半からですね。まずこの前半の君の声をからのところは、っていう感じでチャンチャンチャンチャカチャンチャンチャンチャカっていう A メロかな、 A メロと同じストロークで大丈夫です。それでちょっとコードチェンジが多くなるんですけれども、この D シャープディミニッシュとか
抑えるのが若干難しいんですけれども、この D から D シャープディミニッシュのコードチェンジに関しては、私はこういう感じで押さえてます。まず人差し指で1フレットの4弦までですねを、制覇してしまって、中指と薬指でこの1弦と3弦の2フレットを押さえるっていう感じのやり方をしています。これも例えば人差し指と中指で2弦4弦を押さえて、薬指小指で1弦3弦を押さえるっていう押さえ方もありますね。はい、ちょっとコードチェンジが多い箇所としては、すべては思い通りのところですね。はい、でこのサビの後半のあー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 あああ若干リズムが厄介になっておりまして、今まで普通にタタタタタタタっていうリズムだったんですけど、ここだけタタタタタタタっていうこうアップストロークが若干遅れるような箇所になっております。それで実際にゆっくり弾いてみると、感じですね。でこれは最初に Em7 をって弾いたらすぐに右手で音を止めてしまいます。その後にチャっていうのを入れてからアップストロークで Em7 を弾くと、あでこのアップストロークは2回入れます。うん、でそのままただってこうコードチェンジをする感じですね。若干コードチェンジも忙しくて大変なんですけれども、非常にできるとかっこいいのでやってみてください。で全部そのコードはどこまでだろう、G までかな。 G と F は普通にミュートしないで弾きます。でこのハーアーハーが3回目4回目のところはちょっとストロークを変えていて、さっきはって感じだったんですけど、ここではっていう弾き方に変えてます。ゆっくりやるとっていう感じですね。でちなみに私はこの F が出てきた場合には、まあ場合にもよるんですけれども、ちょっとちゃんとコード通りには押さえずに簡略化してますね。この6弦本当は人差し指で押さえなきゃいけないんですけれども、親指でミュートしてしまって、それで1弦もこの人差し指で、人差し指のお腹で触れてミュートして、5弦から2弦までを弾くっていうやり方をしています。それでこのサビの最後はG でジャラジャラですね。そしたらまた普通のリズムに、あの跳ねてないリズムに戻って、またイントロの繰り返しっていう感じになります。はい、でまあこのイントロと間奏がまず同じで、 A メロ B メロサビも2番1番全く変わらない構成になっておりますので、まあ大体同じ感じで弾けるということで、2番の解説はちょっとカットさせていただきます。それで次は、C メロの解説に移っていきたいと思うんですけれども、祈り届くならのところですね。ここなんですけれども、
ここも若干リズムが厄介で、あのサビの後半と同様に跳ねたリズムになっております。はい、こんな感じです。それでは C メロのストロークの解説をしていきたいと思います。この最初の Am7th、ね、F シャープディミニッシュ Em7th っていうところなんですけれども、チャンチャンチャッっていうリズムなのでっていう感じの、最初にダウンストロークで2回ずつ Am7th と F シャープディミニッシュを弾いて、最後にアップストロークで Em7th を弾くっていう感じですね。でジャン、そしたらまたチャーンで Em7th を弾きます。そしたらコードチェンジをして、またさっきと同じチャーンチャーンチャっていうリズムで Dm7th、G7th、Cメジャー7th を弾いていきます。はい、これが安らかな場所にいてよまで続きますね。でこの僕たちはのところが若干厄介なんですけども、っていう感じの弾き方になってます。この D シャープマイナーセブンスっていうのが一瞬だけ入るのが非常にやりづらいんですけれども、でこの U フレットだとこの D マイナーセブンスっていうのは、まあ、こっちのローコードで表示されてると思うんですけれども、このD シャープマイナーセブンスから D マイナーセブンスにコードチェンジするのがもう遠すぎて明らかに大変だと思うので、この D マイナーセブンスは D シャープマイナーセブンスを1フレット分下げたコードなので、ここで弾いてもらえれば大丈夫です。はい、ここの部分をゆっくり弾くと、っていう感じですね。このチャン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  Em7th を弾いたらチャン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 、っていうのが入ります。はい、こんな感じですね。非常に忙しくて難しいところなんですけれども、頑張ってやってみてください。はい、そしたら踊る今今のところなんですけれども、ここは U フレットでは B メジャーセブンスっていう風に書いてますけれども、多分 B マイナーセブンスとかの方がなんか本家の響きに近いような感じが僕はしますね。で C メジャーセブンス、まあちょっとよくわかんないんですけれども、でこの C メジャーセブンスに関してはまたこれもローコードで表示されてるんですけれども、 B マイナーセブンスを押さえた後なので、そのまま1個ずらしてこっちのコードフォームで C メジャーセブンスを押さえるのがいいんじゃないかなと思います。それでこのチャンチャンチャーンの後の D サス4からの転調ですよね。ここがもう私一番やりたくないところなんですけれども、なんて言うんですかね、この
丸い棒状になっててこうくるくる回せるタイプのカポタストがあるんですよね。そういうのがあると非常に転調って楽になるんですけれども、こういう洗濯バサミみたいなタイプのカポタストだと非常に転調の部分ってやりづらいんですよね。まあこの転調した後の普通にね、このバレエコードでって弾いてもいいんですけれども、やっぱ難しくてあまりやりたくないじゃないですか。なのでここは、転調する前の Dsus4 をって弾く感じになってるんですけども、最初の4拍分かな、そしたらあとはもう開放弦を弾いちゃってっていう感じで、無理やりカポタストをその開放弦弾いてる間に移動させるっていうやり方で、まあ対処するのが現実的に考えて一番まあやりやすいのかなと思います。これ4拍以上弾いちゃうと絶対間に合わないので、ちょっと苦しいですね。はい、で弾いていくのが一番やりやすいんじゃないかなと思います。またイントロとか間奏と同じ感じになりますよね。そこで冒頭に説明したっていうストローク、またはいはいあれが出てくるんでしょって思うと思うんですけれども、ここでちょっとおって聞いてる人に思わせたいじゃないですか。なのでちょっと凝った感じのフレーズを最後アウトロでやっていきたいと思います。はい、という感じでちょっと最初のイントロとか感想とかよりも1段階難しくしてみました。本家を聞くとこうちょっとリードギターが途中でベレンみたいなのを入れているので、それをもうアコギのコードを弾きながらやってしまおうということで、あの要所要所に入れてみました。これはもうめちゃくちゃ難しいですね。もう私でもあまりやりたくないレベルです。それで実際に何をしているのかっていうと、まあここは同じなんですけど、これが終わった直後にここで 1,2,3,4,5 5フレット7フレットを人差し指と薬指で そしたら次は4弦の5フレットを弾きます。タラタン。そしたら最後に人差し指で、下の4弦を制覇してまあこれはちゃんと鳴ってなくても OK です。なんとなくこうバーンっていう感じがなんとなく出れば OK です。そしたら次に2回目のところなんですけど、こういうまたさっきと同じ5フレット7フレット5フレット、そしたら最後に7フレットを弾いてスライド奏法を使ってっていう風に弾いていきます。でここはあの1回だけピッキングして、あとはスライドで3音タッ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 タって弾く感じですね。で全体的にさっきのフレーズとどっちにも言えることなんですけれども、こう
単音で弾いてるっていうよりはちょっと単音カッティングに近いような感じで私はやってますね。はい、ちょっとなかなか難しいので、だいぶ私もそんなにできる自信はないんですけれども、できたらめちゃくちゃかっこいいと思うので、皆さんチャレンジしてみてください。それで恒例のダダッダダッダダッダっていうところがあるんですけれども、本家の場合はダダッダダッダダッの後にこうギターが入るんですよね。エレキギターがっていう刻みをずっとやってます。その時のエレキギターの入りがみたいな感じで16ビートの3連符を入れているので、それをもうアコギでもそのままやってしまおうということで、みたいな感じでっていうのを入れてます。でこれは最初アップから始まるんですね。アップから始まってダウンでタタタタのダウンで C メジャーセブンスに戻るっていう感じの弾き方です。はい、でその後のジャラジャラツタッタジャーンのそのジャーンの部分も若干1回目2回目で変化をつけるようにしています。実際に弾くとこんな感じです。はい、こういうここから数えて12フレットのところのこのここですね、ここに指をこう垂直に当てて弾くとハーモニクスが鳴らせるんですけど、このハーモニクスをそのジャーンの代わりに入れるようにしています。はい、という感じですね。はい、いかがだったでしょうか。こうギター弾き語り用のギターの伴奏って普通に何パターンかのストロークを覚えてしまえばずっとそれで最後まで弾けるっていうことがまあ実質可能なわけじゃないですか。でもまあだんだんやっぱりギター上手くなってくるうちに一種類のストロークじゃつまんないとか物足りないっていうことになると思うんですよね。さっきやったアウトロの単音カッティングみたいにちょっとこうおって思わせるようなフレーズを組み入れたりするとこういよいよ初心者ではなくなってくるのかなというふうに思っております。皆さんもよかったらぜひチャレンジしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。